18日から2日間にわたり JMRCA 10分の1エンジンツーリングカーオープンクラス全日本選手権大会が行われました。今回初開催となったこのカテゴリーに EPGP のカテゴリーを超えて多くの全日本チャンピオン経験者が参加し、好勝負が期待されます。大会1日目、予選第1ラウンド第1ヒートには電動では多くのタイトルを獲得している広坂選手が出場します。15周5分5秒50の好タイムでゴールするものの、車検で失格となってしまいます。第2ヒートでは GP では全日本チャンピオンの経験もある浜口選手が安定した走りで15周5分15秒30を記録し、このラウンドでは8番手のタイムとなります。予選第1ラウンド第3ヒートには GP の全日本では常に上位で活躍する万木選手が登場します。このヒートでトップゴールして記録は15周5分16秒59となります。第4ヒートには注目の若手福田選手が15周5分7秒00、ベストラップも20秒17の好タイムをマークして暫定トップを獲得します。第7ヒートには今年度のエンジンツーリングスポーツマンクラスのチャンピオン井上選手が登場します。15周5分13秒95のタイムを記録して、このラウンドでは暫定6番手につけます。第8ヒートでは HPI のエマ選手がトップゴール、タイムは15周5分17秒90を記録します。第9ヒートには電動で活躍中の若手選手伊藤選手が登場します。15周5分11秒15のタイムでこのラウンド暫定3番手となります。第1ラウンドで福田選手に次ぐ2番手のタイムを出したのは電動ツーリングでは世界チャンピオンの経験もある原選手です。タイムは15周5分8秒58を記録しました。第1ラウンドでは記録を残せなかった広坂選手、第2ラウンドで15周5分6秒03で暫定トップとなります。ベテランの北出選手も第1ラウンドは車検失格、このラウンドで15周5分14秒01のタイムを出します。電動エンジンの両方で活躍する双葉の北澤選手、第2ラウンドで15周5分17秒45のタイムを出しますが、トップ10には届きません。今年の12分の1の全日本チャンピオン HPI の吉岡選手、15周5分12秒58で暫定9番手につけます。
伊藤選手は第2ラウンドで自己の記録を3秒縮めて15周5分8秒85でゴール。暫定4番手です。第2ラウンドで暫定5番手の佐橋忠彦選手、このラウンドではタイム更新できなかったものの暫定6番手をキープします。広坂選手はベストラップを19秒台に入れてきます。そしてさらにタイムを更新、15周5分4秒46を記録します。8分の1レーシングで活躍している佐橋優也選手、このラウンドで15周5分7秒92を記録して暫定3番手にジャンプアップします。現在2番手の福田選手はこのラウンドで広坂選手を上回る15周5分4秒39のタイムを出し暫定トップに立ちます。第4ラウンドでは各選手タイム更新しますが順位の大きな変動はありません。そんな中、自己の記録を更新して暫定3番手に上がったのは第10ヒートの原選手です。15周5分5秒48を記録しました。この日最後のラウンドとなった第5ヒートでは多くの選手がタイムを更新します。広坂選手は15周5分3秒77を記録して先ほどの福田選手のタイムを上回ります。佐橋忠彦選手もタイム更新して暫定7番手につけます。第3ヒートでは佐橋優也選手が15周5分3秒32を記録して広坂選手のタイムを上回ります。注目の福田選手はなんとこのラウンドで16周に入り、タイムは5分19秒98で暫定トップをキープします。第8ヒートではエマ選手がタイムを更新、15周5分7秒05で暫定6番手につけます。このヒートでは吉岡選手もタイムを更新します。15周5分8秒81を記録して暫定10番手となります。第9ヒートの伊藤選手もタイムを更新して15周5分6秒78で暫定4番手をキープします。大会2日目、予選第6ラウンドが行われました。各選手最後のチャンスにかけますがほとんどの選手がタイムを更新できません。そんな中、第1ヒートの広坂選手は15周5分1秒58のタイムを記録します。予選の最終結果です。1位は唯一16周に入れた福田選手です。2位には広坂選手、この2人がグランドファイナルのシード権を獲得しました。そして3位に佐橋優也選手、4位原選手、5位伊藤選手と続いています。3位以下はこの後行われる勝ち上がり方式の決勝でグランドファイナル出場をかけて戦います。予選ダントツのタイム16周入ってということなんですけど、これはもう練習から自信ありました？練習来てる時も調子良かったんで、それを維持できるようにずっと練習してて、で、まあ、レース始まってもそのまま維持できて、まあ、この結果だったかなっていう感じで、まあ、満足はしてますね。まあ、車は、まあ、ストック状態というかノーマルで、今回特別にっていうのはスプリングが試作のスプリングで、前後試作のスプリングで、それぐらいで、あとは特に加工とかいうのはなしですね。まあ、エンジンは新型の RR ってやつを使ったら調子が良くて、まあ、それでやってますね。今、まあ、30分の練習あったわけですけれども、決勝に向けての手応えというのはどういう感じですかね？まあ、なんかそれも練習やってた通りにできれば決勝もいけるんじゃないかっていうので、今もやった感じは大丈夫なんで、まあ、あとは運次第でなんとかなるかな。
あとですね、今回まあ電動の選手がかなり多く出てますよね。そういうのっていうのはどうですか？